では今日から JK ポートと業務提携したエドオールユナイテッドさんと合流になりますけど、現役時代の新シーズン始まりの気持ちでちょっといましたね。緊張感ありますよ、やっぱし。なかなかこう初めての JK ポートって初めての取り組みなんで、はい、結構、まあ、チャレンジングな悩みになると思うんですけど、うん、事前に面談もできてて、まあ、ちょっとあとはピッチでどんだけ落とし込めてやれるかな、まあ、今日は手探りでどんぐらいやれるかっていうのを見れたらいいなと思ってます。始まりますね、いよいよ。そうっすね、こんな時代だからこそ GK ポートの意義をしっかり見せれたらと思います。ということで今日からオールユナイテッドさんの、はい、まあ、ゴールキーパーコーチとして合流ということで、はい、よろしくお願いします。やっていきましょう。はい、ありがとうございます。お仕事お疲れ様でした。いや、ね、そこは笑ってもらいたいんですけど。改めまして、高木義成と言います。昔ちょっとサッカーをやってまして、一回サラリーマンやって、もう一回サッカーの現場に戻ってきた中で、本田選手と縁があって、こうやって皆さんとこういう現場でやれるっていうのはすごく嬉しいですし、僕が去年から立ち上げている事業も、まあ、オフラインとオンラインでっていうところですごくマッチングしたなと思ってるん で、まずはやっぱし、やるからには、僕が関わるからには結果、が大事だと思ってるんで、皆さんの目標は、ね、一つずつクリアしていくところだと思うんで、お仕事しながら本当大変だと思うんですけど、コンディションの、ね、バラつきとかはチームワークでなんとか絶対なる部分もあると思うので、そこを皆さんで意識して目標達成に向けて力になれたらと思ってます。頑張りましょう。お願いします。どうですか、始まります。早いどうしたの。フレッシュだよね。フレッシュで、なんかこんな夜にサッカーやることもなかなかないから、ちょっと楽しみですね。つま先がもう浮いた時点でもうミスって思ってる。へえ、OK。 これこう浮いたら重心後ろだからこのまんま前だ、前だって絶対浮かないよ。で、基本的に基本姿勢ちょっとやるやん。で、俺は開きすぎだと思う。もうちょっと狭くていい。で、前と後ろの体重かけるやん。何割何割やん。7-3。6-4。8-2。じゃあ8-2でいこう。俺は8-2。で、母指球と小指も付け根と、かかとの真ん中こうよ、イメージこう、ある。超安定しない。これがちょっとでも前にかかっちゃったら、じゃあ6-4かかっちゃったら、ね、で前には強いけど後ろに超弱くなっちゃうっていう風にやると、8人とこがもうニュートラルポジションで覚えてる。それをやると、まあ、8人でいるじゃん。でこのままちゃんと入る。でこうやった時も全部入ってます。で、それ意識してちょっと思います。で、ちょっとまあ今日なんかはそんな感じで確かめながらやって、意識するとこちょっと変える感じで。今の。基本もう一回知ってやれば上手くなる。だ基本知らない、うん、だからかわいそうなゴールキーパーだし、まあ伸びしろしかない。でこれからまたここに入れる作業をしなきゃいけないから、もったいない。だからまあそれを本当に癖つけてもいい。肩幅ぐらいで、だってちょっと開いてるとさ、このさっき言ったこの3点でさ、絶対力入んねえよ、絶対外に逃げちゃう。だから母指球かかってないはず。母指球にもしかかったら打ちまた。そのぐらい、絶対そのぐらい取れないよ。この 7.32 の感覚なくなっちゃうから、多分そのちょっとのとこで、あ入んねえんだと思って
飛んだら、いや実は入っちゃうみたいな、そういう意識してよ。いいね、来い来い来い、その来い、その来い。どうすか、実戦の練習を2対1やってましたけど、元気だよね、気合がすごい。キーパー的な感じあ、キーパーでもなんかそのなんだ、取れるとこしっかり取ろうっていうのは見えてるかな。判断もいいし、ただなんかもうちょっとね、このディファンっていうふうに使う手守るとか、まあ、できたら落とし込めたらいいのかなと思うけど。お疲れ様でした。いや、あの思ってた以上に熱い、あの 2-1 とかやっててもなので、まああとは多分ここで多分シュート打てよとかパス出せよとか切り替えろよとかっていう精度が上がってくでしょうから、まあ、そこ突き詰めてやれたらいいのかなっていうのと、まだ俺が今日来たばっかでほぼ名前も分かんない中でプレースタイルも分かんない中で見た感想なんで、まあ、ここからどんどんこう見てって、俺の経験をもとにみんなに伝えられることをコーチっていうフィルター通して言ったりとか できればいいと思うし、とにかくね、こうやってもう11時よ、11時になるまでこんだけハー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 やったことをやっぱ絶対実らせなきゃいけないと思うんで、無駄にならないようにあのやっていきましょう。なるべくというよりはコンスタントの顔を出して、僕もチームの一員としてね、みんなに認められてやりたいと思ってるんで、引き続きよろしくお願いします。